世界アジア東、アジア日本南西諸島ハキラツ列島サツ諸島と、ドラツ列島鹿児島県内におけるハキラツ列島の一ハキラツ列島は、南西諸島のうち、鹿児島県側のサツ諸島に属する島所群。行政区域は、全島が鹿児島県鹿児島群と島村である。天気予報など、気象の地域区分としては南側にある、天マ群島ともに、 天道地方の一部として扱われる。天気予報区分では、天道地方の一部である。漢字表記が難しいことや、ガジュス X0208 に収録されていないため、トカラ列島と表記されることが多いほか、トカツラツ列島という代用表記も見られる。過去には、七島、川辺七島、宝七島とも呼ばれた。明治期以前は、上、三島と合わせてトラツ列島は、 薩摩国川辺軍に属し、都島と呼ばれていた。1897年にはそのまま、大隅国大島軍に編入。1908年党所長村政により、都島村となる。第二次世界大戦後、下七島がアメリカ軍軍政下に入り、上三島は日本に残される。1952年2月4日に、下七島が日本に返還、2月10日に、 豊島村として発足した。またそれまで、豊島村であった上三島は、同日付で村域を植え、三島、町名を三島村に変更し分立された。東、シナ海から流れてくる海流が下七島付近で大きく、うねるため、海の難所、七島灘として、古くから知られていた。悪石島と宝島の間に、渡瀬線という分布境界線が走っている。そこには、 水深1000メートルのトカラギャップと呼ばれる海列が横たわっており、これが渡瀬線を形成しているのではないかと推定されている。ハブなど九州本土と沖縄県、奄美群島との動植物の境界である。列島内には道和座ンであるが、三竹と名付けられた山が複数存在する。中野島のお竹、ガジャ島のお竹、諏訪の瀬島のお竹、平島のお竹、 悪石島のお竹の小山が該当する。これらすべてが各島の最高峰であり、中野島のお竹はトラツ列島最高峰でもある。トラツ列島は群発地震の震源地でもある。2016年12月には最大震度4を観測する活動があった。明治17年に鹿児島県官業課に勤めていた白柳継津雲によって川辺軍七島問答という報告書が書かれた。 七島の地理遠隔を記す。平瀬は、豊島村に属し、口の島の東北島約 13km の海上に、あり、約4平方キロメートルの海域内に、複数の瀬がある。平瀬から、さらに東北島約4 0トルに薬島がある。また、横渡り島から南南島約 57km に、奄美大島が、東約 75km に三鈍岩がある。 地名の由来については、諸説あるものの、沖の海原を指す、戸原から転化したという説が有力。宝島からは、縄文後期や弥生中期の土器が出土している。俗に本期には、699年8月19日に、た夜久し、夜日、土間の人が物を貢いだことが記されており、これらの地名はそれぞれ種根ヶ島、薬島、天見大島、徳之島にあたるが、 土管を取らつ列島に否定する説もある。一方、日本初期に都から、都からの文字が見え、中国西域の人種であるとする説の一方で、日向や畜子、海見島に漂着との記述があることから、これを取らつ列島に否定する説もある。古くは、朝廷から南海に保遣される、元井国史や、検討使の会場目標や、休憩地として認識されていた。 中世の日ソ貿易においても同様であり、平家の落ちる度伝説もある。列島各島には平家末裔を称する島津笠があり、島の実験と祭祀を掌握していた。豊島は平安時代末期から鎌倉時代にかけて南薩摩で県政を誇った薩摩平氏の壁氏一族の勢力下に入ったとみられる。加部氏の左配置として薩南島が挙げられ、加部十二島は、 口ごと王と奥七党に分けられ、奥七党を虎らつ列刀に否定している。上級の乱後は特捜機関の千ヘッツイ氏の差配地となる。鎌倉時代の1227年に薩摩国川部軍となる。ただし、鎌倉時代に朝廷や政権の実行支配が及んでいたかどうかは不明である。15から16世紀には種ヶ島氏の勢力も及ぶ。 1450年、朝鮮の船が南シガジャ島に漂着、生存者のうち2名は、薩摩、2名は、琉球に連行される。これをもって、ガジャ島などが、非流領族体制にあったとする説がある。中近世にはトラツレ島の海域を本拠に薩摩と、琉球の間の交易を取り持つ、海上交易勢力としての七島州が現れる。 琉球振興では、薩摩兵の水先案内人を務め、琉球にも入り死者も出ている。一方で、薩摩の内情を琉球王府に伝えるなど、日和み的立場を取っていた。琉球侵攻以降、トラツッ島は、薩摩藩島津市の支配地となり、七島寺島と七島軍事が置かれる。文政七年には宝島に、イギリス船が来島し、牛を略奪した。 イギリス人1名が射殺される宝島事件が起きた。翌年の文政8年には、異国船打払い令が出された。1944年8月、疎開船津島丸が、悪石闘技で米軍に撃沈され沈没した。1946年8月、引上げ者や福音兵を乗せ密航した宝永丸が、定員超過のため中野島沖で沈没、50人の犠牲者を出した。 ありがとうございます。